藤本さんお疲れ様です。いつも、メッセージの方ありがとうございます。先日もですね、生放送の方出演していただきまして、それから広島の方にもお越しいただきましてですね、大分の方は今いかがでしょうか。広島までのね、あの道のりはちょっと遠かったと思うんですけども、今度はこちらから参りますんでお楽しみに。今日はですね、藤本さんの、ワードプレスをいろんな方にお伝えしていくことを、まあ、ビジネスにしたいということで、どういう戦略を練っていけばいいのかなというご質問だと思うんですけども、その中でですね、どこまで無料でどこから有料にするかってことですよね。これね、2つパターンがあるんですよ。1つ目、スタンダードの方からまずお伝えします。どこから有料、どこまで無料ってやつなんですけども、ここに書いてるんですけども、ちょっと光って見にくいと思うんですけども、無料にする部分っていうのはどうしてどうなる、ホワイトファットトゥーなんですよ。無料にする部分っていうのはですね、どういうことかと言いますと、なんでワードプレスをするのかっていうことと、ワードプレスをやったらどうなるかってことを繰り返し繰り返しお伝えしていく、いわゆる集客した人に、これが教育なんですよ。教育をしていくんですよ。ワードプレスをやったら、あ、こうなるんだ、なんで自分はブログとかなんかホームページスペースじゃなくてワードプレスなのかなっていうふうに思わせる、納得させるんですよ。それが教育です。それを繰り返し繰り返し、無料動画とかメールマガジンやオファーでやっていくんですよ。ここは無料です。ここは無料なんですよ。例えばですね、ワードプレスをやる前はこうだったけど、やったらこんなになっちゃったよと、だからワードプレスやりましょうっていうふうにやっていくんですよね。こういう例をたくさんやっていくんですよ。具体的な例をたくさんやっていきます。場合によってはワードプレスで作った素敵なホームページとかデザインとかバーンと出していくんですよね。いっぱいいっぱい出せたらいいです。それを繰り返すことで見てる人はどんどんね、あのテンション上がっていくんですよ。モチベーション上がっていって、もうやりたい、もうワードプレスやりたい、どうやるのどうやるのっていうふうになってくるんですよ。そしてどうやるの、有料になってるところはどういうことかっていうと、有料にするべきところはそれの具体的なやり方、 How to です。どうやって、サーバーを借りるのかとか、どうやってドメインを取るのかとか、どうやってこのワードプレスっていうのを使っていくのか、これはですね、有料でいくんですよ。で、場合によってはこれを一部出しちゃってもいいです。こっちへ出しちゃってもいいと。というのが、このどうしてどうなるを説明してる際にちょっと必要だったりするわけですよね。で、ここをしっかりと時間をかけた中級編、上級編のしっかりとしたコンテンツは販売して OK だということですね。はい、これがまず1個目です。まとめますよ。ホワイト、ファット、トゥーは無料、ハウトゥーは有料というふうに考えるとやりやすいと思います。それではですね、もう一つのパターンをいきましょう。これは僕がやってるやり方です。速稼塾がやってるやり方です。それは何かというとですね、基礎的な動作っていうのはもうそれを販売するんですよ。簡単なやつをずっと。速稼塾の販売っていうのは、ツイッターのアカウント取りましょうとか、オートツイートかけましょうとか、ブログのスタンドアカウントこうやって取りましょうって、本当にね、基本的なことを、ブログ、 YouTube、 ツイッター、メールマガ、あと Facebook、 電子書籍、ホームページの作り方、もうこういうやつを10個まとめてるから、あのコンテンツ自体はあの本当に基礎の基礎なんですよ。じゃあなんでこれが売れるのかってことなんですけども、あのインターネットの基礎を学ぶことでどうなるかっていうことをね、どういうふうにあの展開できるのか、どういうビジネスができるのかっていうことを具体的に自分の例でお伝えしてるんですよ。例えばですね、僕が自分で作った無料のホームページスペースジンドゥで売り上げが上がってますとか、Facebook に記事を書くだけで売り上げが上がってますと、オプトニアフィデートを覚えたら10秒作業で5万売り上げ、10万売り上げが作れてますと。これをいつもいつも動画とかでお話してるんですよ。で、あとはビジネスモデルはマインドセットですよね。どっちかって言ったらこっちを有料にするべきなんですけども、で、あ、この人の言ってることはさすがだなと、納得できるなと思った時に、バックエンドとして、じゃあネットで何とかするんだったら、こういう世界に入るんだったら、基礎的な動作は知っとかなければならないんで、速稼塾を買いませんかということなんですよね。で、速稼塾ってのを買ってみたら、本当に基礎的な動作ばっかりです。速稼塾を買ったから儲かるってことは、まあ、そんな本人次第です。本当にそれを使ってどうなるっていうのを無料でいつもお話してるってことなんですよね。だから、ぶっちゃけですね、速稼塾はですね、僕が言ってることを聞いて感銘を受けたら本屋に行っても大丈夫と、検索しても大丈夫ってことなんですよね。で、まあ、速稼塾ってのを買うとスケジュール通りに少しずつ学べるのと、まあ、やっぱり僕もお金を払って買っていただくと集中的に面談を、優先的に取りますよね。どっちかというとそちらの付加価値ですよね。こういうふうな売り方でございます。どんなだったでしょうか。ちょっと遅れてすいませんけども、以上のようになってます。まだいつでもメッセージをください。
はい、じゃあ頑張っていきましょう。